アゼルバイジャイ国民政府は1945年から翌1946年までイラン北部のアーザルバーイジャーンで存在を主張したアゼルバイジャン自治共和国の政府である。第二次世界大戦期にイラン進駐を行った赤軍の庇護下でイラン共産党系のアゼルバイジャン民主党によって形成された。当初はイランのアゼルバイジャン人の地位向上を訴えるに止まっていた。 国民政府であったが、やがては、民族自決を主張して、独自の軍を編成するなど、イランからの分離を疑われる活動までも開始した。後期には、中央政府との和解も果たされたが、やがて中央政府が政策を受け入れさせたため国軍の侵攻を受け、さらには、支持母体であったソビエト連邦からも、イランでの石油利権と引き換えに見放され、発足から1年で崩壊した。 1939年9月に第二次世界大戦が勃発した際、パフラビー城の治めるイランは同月中に中立宣言を発した。しかし、1941年6月に独ソ戦が始まると軍事協定を締結していたイギリスソビエト連邦両国にとってイランはペルシア湾からカフカースを結ぶ輸送路としての意味を持つようになった。 加えて、かねてから親独的であったレザーシャーは、英ソ両国によるドイツ人の国外随法要求を拒否したため、イギリス軍と赤軍はこれに対する制裁として、8月にイランへ侵攻を開始。イランは、ほぼ無抵抗のまま両軍に全土を制圧され、レザーシャーも翌月には、大尉に追い込まれた。シャーの大尉は、イランの独裁と、中央集権制を揺るがし、地主や遊牧民、 労働者まで様々な社会勢力が活動を開始する契機となった。しかし同時に、英祖軍の駐留は物価の急騰をもたらし、イラン社会には混乱が渦巻いた。1941年9月には左翼政党のトゥーデ党が結成され、赤軍占領下イラン北部のアーザルバイジャー案から、イラン全土へと急速に影響力を増しつつあった。この地域は、 北側ソ連との国境を越えたソビエトアゼルバイジャンと同じくアゼルバイジャン人が人口の多数を占めていたがパフラビー町の中央集権制とイランナショナリズムにより地理的、経済的地位が低い状態にあった。1945年に入り大戦での連合国側の勝利が決定的なものとなった頃戦後を見越したソ連の対乱外交も アーザルバー・イジャーンでは特有の様子を見せ始めた。トゥーデ島のアーザルバー・イジャーン支部は、地方議会の設置やアゼルバイジャン語の公用語化など、イランのアゼルバイジャン人の民族自決を訴えるようになったが、これは、集権国家イランを施行するトゥーデ島中央とは明らかに対立する主張であった。爆撃言葉を話し、当支部に、ヨシフ・スターリンの肖像を掲げる。 アーザルバー・イジャーン支部の動向は、大祖従属を嫌う中央の党員の目には、アーザルバー・イジャーンをイランから切り離し、ソビエト・アゼルバイジャンに併合しようとするものに移った。一方で、同年9月3日には、タブリーズで、アゼルバイジャン民主党が結成された。イラン共産党員の聖エド・ジャファル・ピー・シェバリーが、設立した、この政党は、あくまで、イラン国家の独立と統一を維持しながら、 穏健な経済改革を図り、アゼルバイジャン人とアーザルバーイジャンの地位向上を目指すことを当初のうちは掲げていた。そして、トゥーデとアーザルバーイジャン支部指導者であったサーデグパーデガーンは、党中央に無断で支部を解体し、アゼルバイジャン民主党に合流するという行動に出た。トゥーデと中央はこれに反発したが、結局はソ連大使館の働きかけにより、 アゼルバイジャン民主党の存在を追認せざるを得なくなった。設立当初のアゼルバイジャン民主党は分離の意思を否定しつつ、自治を訴えるなど、イラン憲法を尊重する構えを見せていた。だが11月半ばには、赤軍の支援を受けたアゼルバイジャン民主党系の民兵集団が武装を放棄し、イラン軍と国家憲兵を制圧する事態が発生した。 イラン内外の緊張が高まる中、11月20日にはタブリーズで人民大会が開かれたが、この際にはアーザルバーイジャーに独自の議会と政府を形成することが決議されるなど、すでにアゼルバイジャン民主党はイラン憲法の枠組みを逸脱しつつあった。この決議を受けて12月初頭までに地方議会選挙が実施されたが、この内実は投票所まで有権者を トラック輸送し、文房のものには、アゼルバイジャン民主党員が投票用紙を代筆するなど、公正な選挙とは言い難いものであった。こうして当選した101人の議員による国民議会がタブリーズに召集され、同月12日、ピーシェバリーを主犯とするアゼルバイジャン国民政府が発足した。発足時の閣僚は以下の通り、 内政国民政府の発行した規定翌1946年1月からは、徴兵制に基づく人民軍が編成され、赤軍式の政治商降制が導入された。同月には、言語法も制定され、アゼルバイジャン語の公用語化が実現され、ソビエトアゼルバイジャンとの盛んな文化交流が開始された。労働法の制定により、最低賃金、団体交渉制が導入され、 インフラ整備は、その後1年間で、レザーシャー機の実績を上回る進展を見せた。国有地や逃亡地主、人民の敵の土地は、小坂実りに分配されたが、小作成自体の廃止は行われなかった。反面、財源確保のためイラン国立銀行の資産は、摂取され、過酷な調税が行われた。国民政府と中央政府の双方が農産物の金融や、 資金の移動制限を行ったが、一方で、ソ連が安値で、農産物を買い叩いたために、アーザルバー・イジャーンの市場は崩壊した。同年夏には、アーザルバー・イジャーンの強作が見舞い、国民政府は、国類の密輸出に死刑を適用する布告を発した。また、外部放送の聴取禁止といった、情報統制も行われた。当時の識字率の低さでは、 国民政府による文化的政策は民心をつかむことができず、むしろ混乱する、経済状況や徴兵制の実施によって、国民政府が人民の支持を広く得られることはなかった。アーザルバー・イジャーンにおける一連の動向、とりわけイラン軍に対する義務を負わないとされた人民軍の設立は、アーザルバー・イジャーン外のイラン人に、国民政府がイランからの分離を施行しているとの、 印象を与えた。1946年1月19日の第一回国連安全保障理事会において、イランはアーザルバー・イジャーン問題についてソ連を提訴した。しかし、問題の解決には至らず、エブラーヒム・ハキーミー内閣は辞職した。さらに、英米両軍は撤退期限の3月2日までにイランからの撤兵を終えたにもかかわらず、ソ連軍は 鉄兵を拒否するどころか増派の動きすら見せたため、高まる英米疎間の緊張は、冷戦の開始を決定づけることとなった。一方、ハキー・ミーの後任として首相に就いた左派のアフマド・カバームは、モスクワを直接に訪問して、交渉に臨み、国内の右派を逮捕するなどして、大疎優和に努めた。そして、4月4日に、ソ連大使イバン・サチコフト・カバームが、 テヘランで結んだ協定により、都の条項が取り決められた。これによりイランは、国連アンポリへの提訴を取り下げ、5月9日には、ソ連軍がイランからの撤退を完了した。同時期の4月23日、国民政府は同じくソ連の援助により発足し、イランのクルド人の民族自決を標榜する、クルディスタン共和国と協力関係を結んだ。しかし、国民政府が、 分離志向の強いクルド人と同盟を結んだことはイラン人にとってはアーザルバー・イジャーン分離主義に対する疑念を深める一因となった。カバームは同月28日にピーシェバリーをテヘランへ調整し交渉を呼びかけた。交渉は紛糾したが6月13日にはとの内容で合意が結ばれた。これにより国民政府はイランの法的枠組みに復帰し、 州知事には国民政府内省であったジャービードが就任した。各して国民政府と中央政府の融和は実現したが、一方でカバームの左へ路線はイラン各地でトゥーデ島によるゼネラルストライキを招いており、英米はカバームへの不信を募らせていた。アメリカやモハンマドレザーシャからの圧力を受けたカバームは急速に右旋回し、10月半ばからは強固な。 新米路線を取るようになった。また、かつて国民政府と同盟を結んだクルド人らも国民政府とクルディスターン共和国との領土問題やクルディスターンを支配しようとする国民政府の傾向に反旗を翻していた。12月に中央政府は国民議会選挙での投票を監視するとの名目で国軍をタブリーズへ派遣することを国民政府に対し通告した。 国民政府はこれを拒否したが、同月10日に、国軍はアーザルバー・イジャーニへ進攻を開始した。国民政府の意見は、徹底抗戦を訴える P シェーバリーらと、国軍に降伏すべきとするジャービードらに分かれた。しかし、カバームとの協定により、イランでの石油利権を得ていたソ連は、チュータブリーズ領事を通じ、国民政府に抵抗を放棄するよう圧力を加えたと、される。結果、 11日に国民政府は中央政府への降伏を表明した。しかし12日に国軍は殺害、略奪、放火を伴いながらタブリーズに入り国民政府側には300人の死者が発生した。その後も約30人が重殺刑に処されたがピーシェバリーとビーリアーは爆撃へ亡命した。ソ連が国民政府を切り捨ててまで手に入れようとした 石油利権は、翌1947年10月のイラン議会で、無効と決議された。イランはその後も METO に加盟するなど、新米路線を継続し、対する、トゥーデトーライランの左翼は、長い衰退の道を歩むこととなる。ありがとうございます。